首を切ますね。これで切られてもいいようにですね、はい、切られてもいいようにこれを持ってます。ついてきた時はこう持ってつけないでしょ、はい、こういうの覚えておくと、はい、ついてきた時はこう持って OK、これが大事ですね、この肘の使い方ですね、これがとっても大事です。はい、次に蹴ってきますね、これ切ってきますね、こっち行くことが大事です。体を大変するんです、はい、こっこうこれこもすぐこれで取れるわけです ね、 ね、こういう大変実も非常に必要だということを覚えておいてくださいね。これを取る場合にこれを一生懸命取るよりも周りからラップして持ってラップの中で持ってこうやって動くことを覚えておいてください。これでくとまあね、こんなもんで避けられないです。はい、ですか、はい、よっ、今度はこちらで、次にやっぱり切ってきた時に、はい、こういきます、ね、さっきやりましたね、手を使わなくていいんです。それでもこれ入ってます。